はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんはベアルティというテーマご存知でしょうか。あ、ご存知ないこれこのテーマね、弱いんだよねめちゃくちゃ弱いのよこのテーマをね、本日はね使っていきたい。でちなみに弱いんだけど、めちゃくちゃかっこいいんだよね。これとか召喚ムービーちなみにあるんだけど、ベアルクティセプテントリオンとか、あのこれ の、のベアルクティグランシャリオとか、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。これなんかガンダム的な、なんかその変形型ロボみたいな見た目してて、これめちゃくちゃ見た目好きなんですよね。でこのデッキ、致命的な展開方法をしてまして、なんかね、展開するときに手札のモンスター切んないといけないんですよ。手札からこのカード以外のレベル7以上のモンスターをリリースしないと特殊ができないっていう、そういう効果を持ってまして、でこの効果をまあバンバン使って展開していく都合上、どんどん手札が減るんですね。ありえん、速度で手札が減っていきます。でその手札を減る速度をカバーリングすべくアルティメットやけくそカードが、ありまして、でそれがこのベアルティラディエーションっていうカードです。はい、これどういうカードかっていうと、これちょっとかっこいいよね、これね、カード的にはね、かなり。で、ベアロクティラディエーションは表側で1枚しか進んでいないっていう効果と、手札エクストラデッキからベアロクティモンスターが特殊化されるために、このカードのカウンターを1個取り除いて、自分は1枚ドローできるよっていう、要は、ベアロクティ出てきたらワンドローっていう効果、しかもこれ 1ターン1の制限ないですよ。この2番目の効果を毎回毎回使って、ベアロクティ出すためにワンドローしてアドバンテージを回復していくっていう動き、これができないと、マジで弱い、このテーマは。ラディエーションを張った上で展開していく。で、展開するのに、レベル7以上のモンスターが必要なんで、なんとこのデッキ、基本ムーブをするのに、3枚のカード、まあ、要は3枚コンボを要求していきます。で、ちなみになんですけども、今のところ、ベアルクティ・ラディエーションのサーチカードはありません。これ、やっぱこのテーマ、いかれてるっしょ。これ、デザインミスってるよね、これ、どう考えても。まあ、そんなテーマなんですけども、まあ、一応、回って、回った時めちゃくちゃやばい動きするんで、その回った時の動きを見せたくて今回は組んできたので、まあそれをね、皆さんに今日は、お披露目していこうかなというふうに思っております。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ来ました、ベアルクティラディエーション。これは3枚コンボと呼ばれる、枚数のうち2枚ぐらいは揃ってるんで、1枚を引きに行きたいといったところですね。とりあえずミックビリスからかな。ちなみにこのデッキ、今まで作ってきたデッキの中でもね、グーを抜いて弱いです、はい、グーを抜いて弱い、はい、っていうことだけ言ってたちなみに一応ね、ラディエーションをね、チェーン後ろにすると一生ハーフにスケアできるっていう謎の、はかないらねえな、謎のね、ギミックだけあるっていうことだけ言ってね。で、ミクタナス効果、自分の墓地の、なんか謎のベアルティ回収して、これベアルクって言ってさ、なんか展開する必ず手札捨てるんですよ。マジ弱いんですよね。手札ゴリゴリに減るから、これマジで、ディパーチャー来たんでかいな。これね、マジで弱い。それが。まあ、本当に、クソ。一旦ですね、まあ、さすがに、ムラクモかな。ムラクモ捨てます。で、7と、8をね、持ってきたいですね。できればね。はい。こうですね。これで、一応、マイナスシンクロができるんで、ミクポーラー、特殊召喚先しまして、はい。ミクだな。ミク効果、ミクビリスリリースして、出していきましょう。これマジでこれラディエーションありきすぎない、このデッキ。ラディエーションないと、マジで手札減るだけだからね、このデッキ。で、しかもラディエーション今のところですよ。今のところマスターデュエルはサーチがありませんからね。あ、収納した。オッケー。ディーバーは強い。ディーバーは非常に強い。でですね、ちょっと待って。8持ってくるんだ。8持ってくるんだ。収納が用意できない。面白いですよね、このベアルクティっていうカード。普通にその、なんか、展開方法としてはかなり独特な動きをしてるんで、まあ、面白いは面白いんですけど、まあいかんせん雑魚っていうで、マイナスシンクロしていきましょう。こことここで、ベアルクティ出しますと、まずね、ポラリーで、ポラリー、効果発動はこれ2の方がいいね。
これはね、フィールド魔法が引いちゃうかもしれないから、あの2の効果で、それだとめんどくさいので、1枚ドローがちょっとそうなっちゃうからね。で、発動してからカードをドローしていく。あ、いらないね。いらないけども、では、かっこいいやつ出していきますか。ポラリーの効果、自分の墓地の、こちらにフィールド魔法が貼ってやると、なんか墓地のね、あのベアルクティを肩代わりできる一応効果があるんですよ。だから、墓地のカードをコストにしてやっとなんかアドバンテージ取ってる感じするでしょあ遅いごめん。でメガポーラ特殊召喚、はい。でラディエーションの、あ、そうか、ラディエーション効果、そうしようかな。ここでベアルクティ、レベルの、差が7になるように墓地に送ると最強モンスター爆誕できます。ベアルクティセプテントリオン、かっけえ、かっこいい、マジかっけえ。これ、ちなみにレベルを持たないモンスターの効果は、発動することができなくなります。相手はね。そして、深海のディーバを召喚し、ディーバのモンスター効果を発動。ディーバのモンスター効果によって、自分の敵からディーバを特殊召喚。そして、レベル7の、モンスターに、レベル2のディーバをチューニングしていく。シンクロ召喚。現れろ、パワーツール、ブレイバードラゴン、効果発動めちゃくちゃなことしてるな。なかなかどう、これが盤面強くなってきたでしょ、だんだん。で、キュウエイ玉が破壊されることによって相手の手札をピーピングハンです。見せろ。ああ、なるほど。まあレイノハートか、レイノハート、送る、クライム墓地送られる墓穴宇宙でいいんだ。で、レイノハート、はい、レイノハート送られる、でクライム捨てて特殊召喚される。で、効果起動するでしょ、それ起動するよね、どうせ、あ、しないんだ、なるほど。ブレイバーでどうせ無効にされるからってことなんかな、ちょっとワンです。まあいいや、じゃあブレイバーの妨害残るんで、村君も墓地から特殊召喚しといて、まあ、ここはバロネスですね、はい。ちなみにフィニッシャーはね、結構ね、関係ないモンスターがいっぱい並ぶのではい、それだけは注意してくださいといったところで、カードを1枚セッティングして、ま、これでエンドですね、はい。で、一応相手がモンスター特殊召喚に成功するとフィールド魔法のパクる効果発動的に、あ、ちょっと一回これちょっと、ポラリー戻しておこう。ポラリーちょっと1枚しか入ってないんで、ポラリー戻して、はい、 OK。 今ね、何が起こってるかっていうとですね、レベルを持たないモンスターの効果、まあ、リンクモンスターかエクシーズモンスターですね、の効果が発動できなくなってて、で、バロネスで1無効あって、ブレイバーで1無効あって、で、ユララがあって、墓穴があるみたいな感じなんで、なんか、妨害数的には5妨害があるんですよ。だから、まあ、動きとしては、まあ、割と強いかなと思うんですけども、これをやるのに、手札の3枚コンボをするなきゃいけないっていう、で、しかもなんか、サーチがまないっていう、再現性があまりにも低いコンボです、はい。見た目に騙されてはいけません。この場面強そうだなと思って。見た目にね、騙されてはいけない。はい。これ、マジで上暴れてるから。いや、すごく上暴れてるんですよ、これ。なんか、ありえないほど上暴れて、この場面できてるんで、まあ、他の敵だったらね、こんだけコンボパーツ揃うんだったら普通に先行負けできるんでね。ええ。この展開、通るんだったらお前、こんなことせんと先行負けしろ、みたいな。あー、増水か、まあ、増殖する髄はちょっと、まあ、さすがに墓穴かな、まあ、ちょっとワンドローさえもワンチャンを作るのさえも嫌なので、増殖する髄の効果があれ、クライムとなんだっけ、クライムと墓穴だっけかなんかなんで、まあでも結構どうでもいいカードなんで、まあ、あれはどうでもよくて、はい。で、除外される、で無効になる、ミクタナス出てくる、で、ニクタナス効果で、対象は、ミクポーラ回収ですね、これ回収効果、あ、魔法の割れた方がいいか、魔法の割る方の効果で、ラディエーションビッグリッパーも発動するな、ラディエーションの効果こう、1枚ドローでビッグリッパー効果、相手のヒードのモンスターをパクる強くない、最強なんだけど、あまりに強くて草なんだけど、でパクる、はいはい、とで回収と
どう動きは強かったっしょ、これ。動きはね、最強なんですよ。で、今、あとは詰め台だけなんで、クセカードを破壊して、クセカード破壊する、赤穴か、オッケー。赤穴、はい、ムラクも、まあ、戻す必要もねえな、別に。いいや、どうぞ。こちらに相手のね、あのパクったこのケルドーも別に効果は有効になってるんで別に使います。だから自分で使っちゃっていいですね。パクって、ケルドーパクって自分で使うみたいな。で、ケルドーでとりあえずなんかカード戻します。俺だけ戻させてもらって、で、ディパーチャー効果発動していいね。でディパーチャー効果、うららきっていくか。はい。っていうか、そもそもあれか。これ、殴ったら勝ちが。そもそもなんだけど。はい。こうだね。はい。はいと。はいと。で、まあ、一応、後ろ割っときますか。一応ね。で、メガポーラ効果発動。リリースする、墓地のモンスターも肩代わりできるディパーチャーの効果によって。で、肩代わりさせて、特殊召喚。で、ベアルクティがいる状態で特殊召喚成功すると、魔法トラップカードを割れると。なんか強いか弱いか分かんねえような効果してる、強そうな効果してるっしょ、雰囲気ああなんかめちゃくちゃうまくいったんですよこれ実は、この対戦を取るまでにちなみに5連敗ぐらいしてます今ああ現実は厳しいよ。どうした、対戦ありがとうございました。うお、ベアルクティ最強。ちょっともうちょっとサーチカードくれません？さあ、お相手し、まあ、モラクもあるから、なんかワンチャン、これあれだな、あのバロネスとかから入れるかもしれないから、ワンチャンだこれ。バロネス、モラクも出して、普通にディーバ召喚からバロネスって言うと、意外とね、効果使わずにあの展開通していけるかもしれないから、ワンチャンあるとは思う。BF か、なるほど。ゲイル。ブラスト入ってる構築珍しいね。なんか今もう新規モンスターしかあんま入ってないからさ、春まったんで OK。あんまりなんかね、このね、あのレベル4とレベル3体、あんま見ないですね。あんまりみんな、なんか結構入ってない人割と最近多いから。暴天候？どういうこと？暴天候？そんなカード入るの？何がしたいの？閉館？やばいことしてるな。閉館。はいはいはい、レベル3にしていく。なるほど。レベル7。来季、あ、やばいこれ。あー、これね、わかったぞ。これやばいやばいやばい。ちょっと待って、兵艦巻き込んで、これフルアマル出すんだよね。そうすると、あの兵艦素材にすると、戦闘では破壊されないっていうモンスターの耐性がつくんですよ。やばい、終わってる展開してる。これね、戦闘破壊できない、何の効果もいけないモンスターです。ガチでやばいことしてるじゃん。え、もしかしてこれ閉館、戦闘破壊耐性何の効果も受けません、閉館フルアーマードを横で出して一生20ターン耐えるって。嘘でしょ、何その天才デッキ。そ、絶対に終焉のカウントダウンでは負けない。うお、ブラックボール効果発動、全てのデッキをのカードを除外し特殊召喚。よしよしよし。しゃ、絶対終焉のカウントダウンでは、絶対終焉のカウントダウンでは負けない。クソったれが。バカたれが。俺はてめえのギミックに負けたんじゃねえ。俺は俺自身の手で自殺したんだ。バカみてえに特殊召喚してきやがってよ。てめえ今から後ろ向かしてやるからな。はっ、メガタラスの効果発動、メガタラスの効果により疾風の経路を裏側締め落ちして、よしよし、絶対にシンクロはさせない。なんだこのデュエル、なんだこのデュエル、意味不明すぎる。オッケー、よし、ライフは守った。俺にも
俺にも気に入る負け方と気に入らない負け方ってもんがあるんだバカ誰が。